皆様こんにちは。今日は脱毛器と洗顔ブラシが一緒になった新しい美顔器ブラウンフェイスを使用してみたいと思います。これです。実は私もすでに2ヶ月ぐらいこちらを使用しています。すごいのがこれ一つでこう脱毛と付け替えて洗顔と2ステップでワントーン明るい肌になります。それではまず洗顔から実際に使用してみたいと思います。いつもの洗顔料を顔にのせてスイッチオン。優しく肌に押し当てながら1分間ほど円を描くように滑らせます。この時肌にブラシを当てるのではなく泡にブラシを当てます。皮膚の薄い目の周りには使用しないように注意しながら、毛穴が気になる鼻周りは念入りに。手で洗った場合に比べて洗浄力はなんと6倍なんだそうです。以前に私のスキンケアでもご紹介していますが、私はしっかり洗顔をだいたい週1しかしていなかったのですが、最近はこの洗顔方法を週3ぐらいで行っています。皮膚科医が肌に優しいと検証済みらしいので、もちろん毎日でも安心して使用できます。あと私が使ってて嬉しいと思ったのはお風呂で使えること。濡れても大丈夫なんです。ヘッドを付け替え、次は脱毛です。少し肌から浮かせて、脱毛ヘッドが毛をつかみ取りやすいようにゆっくり動かしていきます。顔の産毛の流れが上から下なので、ブラウンフェイスは下から上へ動かします。回転も左右で変えられるのでとっても便利です。鼻の下は中から空気を入れてこのように抜いていきます。痛みが不安な人はお風呂で毛穴が開いている時に使用してみてください。1回のお手入れでしばらくすべすべのお肌が続くので、お手入れ回数が少なくなるし肌にも優しいのが嬉しいです。私も今まで顔の脱毛ってしたことなかったので、痛くないのかなって怖かったんですが、鼻の下はやっぱり少しチクチクしたけどすぐに慣れました。で、痛みが気になる方は本当お風呂で使用できるので、お風呂だとこう毛穴が開いてきているので痛みを和らげて脱毛できると思います。何よりびっくりしたのが、こう顔脱毛初めてしたのもあって、このしっかり洗顔とこの脱毛で本当に顔がワントーン明るくなったように感じました。で、顔の産毛がなくなることでこう化粧のりも良くなったように感じました。で、私的にこのブラシがなんかすぐ乾くのかな、不衛生じゃないのかなっていうのが個人的に気になってたんですが、お風呂から出しておけばすぐに朝には乾いていたので全然問題なかったです。大丈夫でした。敏感肌用やファンデーションパフなど付け替えブラシも充実しているそうです。お近くの家電店やショッピングサイト、 Amazon などで販売されています。動画の概要欄に URL もありますので、気になった方はぜひ見てみてください。今で2ヶ月弱使っていますが、これからも使い続けて経過を見てみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。さようなら。